南すでに江南の矢を席巻し、厳然待望の南京城外に駒をとどめて、敵の降伏を待つ皇軍に開口はついに来たらず。かつて攻撃の命を受けた我が王の部隊は13日午前3時20分、天類中山門を爆破して一気に敵の心臓部に突撃し、藤井沢両部隊もまた砲兵隊援護のもとに、幅100メートルにわたる水濠を押し渡って中山門に迫り、猛然たる敵の反撃を退け、迅速かかる。瞬く間に中山門より高架門に至る、東南側一帯の城壁全部を占領し、西町際至るところ敵が最後のあがき、死に物狂いに打ち出す重砲火の中に変本と翻り、万歳の声は紫金山を足して城内に轟き渡りました。全面に迫り、10日午後5時、決死的突撃によって城門の一部を爆破した我が脇坂部隊は、時を移さず城壁高く日照橋を翻し、南京城一番乗りの武勲も輝かしく、さらに死に物狂いに反撃する敵の猛襲と渡り合い、総力極まる機関銃戦を展開、袋のネズミ名三隻に迫った城内の敵を圧迫して、いよいよ戦果を拡大。抗日品の首都南京城陥落の日はかつて地軸を揺るがす猛砲火の中に刻々に到来したのであります。全面の敵陣地に弾を浴びて息いよいよ上がる我が軍はますます兵力を集中、左右の城壁を占領し、敗走する敵を追って邁進また邁進、ついに南京城南半分をその手中に収めるに至りました。かつて高架門城感激的日照橋を翻した主君の将兵は、敵の都南京を背に部隊長を迎えて祝然として整列、城壁上に軍旗を報じ、はるかに当天を要配、天地も先ほど万歳を参照し、全将兵の目には感激の涙があふれたのであります。として世紀に輝く感激のこの日、航空道具を一億の昭和も響け、ああ南京城と高く上がる万歳の轟きは、広告日本の歓喜爆発する有根豪華な我が大入城式でありました。聖戦の兵を進めてここに4ヶ月、輝く戦火に敵人を攻略し、抗日の巣窟国民政府牢城に天本と翻る大日照旗を眺めて、誰か感激の涙なき者があろうか。身を誠意に積もる先陣を今こそ払い、
平和の諸行を道渡る城門より皇旗三たる軍旗を奉示して続々と入城する皇軍堂々の威容を、さらに身を遅刻せにまみれた誠意に身を包んだ勇士の満面は感激と興奮に打ち震え、今日この一瞬の歓喜に泣いているではないか。かつて静止に参たる南京入城式は、今は亡き母国の英霊もその遺骨を戦友に抱かれ、ごっそう極まりなき世紀の絵巻を繰り広げたのであります。将兵祝然と徒列を完了すれば、上海戦のロープを深くも刻んだのが軍司令官松井岩根大将を先頭に、賢くも禁止玉葉の尊き恩義をもって三軍を知った日夜の五軍党を続けさせたまいし、朝倉宮殿下をはじめ奉り、各幕僚は異にひときわ颯爽と入城し、殉国の忠魂五国の英霊も皆来たって中山門内の一路に整列、各地堂々の異様は抗日の人を制圧し、昭和の歴史今ここに新たならんとしております。Thank you.